皆さんどうもドラゴン GK です。じゃあね、今回も新作のソリエキスやっていきましょう。ということでね、今回やるクエストというかシナリオがこちらですね。天女の危機ということなんですけども、天板橋の方でね解放したクエストの一緒にシナリオの方になっております。ではやっていきましょう。まあ普通でいいですね。まあ難しいでもいけると思うんやけど。まあ、地球に行かずに、という受け方だったと。一人で動かしてなかったら、それはこのままだと考えたら。おぉ、元気どこだ、どこにいる、しましょうか。あれは市場だろ。まさか私は普通に探してここまで。よし、元気よかったら、じゃあ部屋に行くの、それじゃあ片付けないことにしないとな。ということでね、やっていきましょう。では行きましょう。裏の作業でね、そういう2つのをやってたら出ましてね、いろいろと。敵の勢いが強い。私一人ではこれ以上。クソ、間に合わなかったか。マジか、味方を救出してよ。どっから聞いてる。さらわれそうやな。さらわれそう。え、あかんて。俺大元気付き合って、キーかキーかでようはわからんけど、どっちかわからんけど、行くべき場所がわからない。これ一応場所をね、そこか30円やな。ほらー、あ、無理だった、無理やった。それなのか、やってもらう。あ、これはちょっとあかん。場所を変えてこれでやっていく。後ろからもあんやな。後ろはこいつ生かすか。オッケー、はい、これだけですね。こいつ道やろ。あー、あかん、この前から、ね、よし、これでOK。 あかん、もうちゃうねん、これちゃうねん。そういう状況でもな、レベルはね結構上がってる。大事なのはやっぱここや。合ってた、よかった。そう、怖い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 、いろ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 と危ないって。クリティカル出すぎ、クリティカル出すぎて。ちょっと待て、やっと通りを見やられたよ。うわ、怖い怖い。あ、でもいや、全員やられとるがな。怖い、ちょっと待ってくれ。よし、まあやっていきましょう。ということでね、こいつをやっていこう。どうだ、まだあかんか。お、待てへん、もうこれ一撃。いいね。ところで、マジか、マジでか、いいよ。まあいいわ、これもうな。どうぞ。よっしゃ、ここにゃ、おい、うえい、おい、おめ、ほらよ、
喧嘩の腕、俺が試してやるぜ。おい、ちょっと待って。おい、あんた頼むから足を引っ張るなよ。あんたの考えなしにはいつも迷惑してんだ。この戦で主前もよる孫悟の明日と俺自身の道を開く主義法、行くぞ。こいつら遠隔攻撃やねん。こんなところで負けられませんからね。おルキソンもおる。ルキソンめっちゃ好きやねん。なんでか知らねえよ。もう面倒くせえとかなしだ。面倒くせえばっかりやったもんな、お前。よし、この4人に倒せってこと。気づくね。はっきり言って気づくね。こっちからなんか従っていこう。もうこれしゃあない。こっちから行った方が早い。向こうにおるやつはあっちにまた行って、あそこから行くと、おお、怖い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 。結構食らっとるな。お、何が起こった、何が起こったんやろ。よし、いけるな。オッケー、これオッケー。こうだ、これでゼロで、ゼロ、オッケー、これでオッケー。素晴らしい。この証拠めっちゃ強いねやな、俺にとって。しゃ、ゼロ、オッケー、いいね。オッケー、これでオッケー。いいよ、素晴らしいよ。あ、共鳴できた。僕か、照明。じゃあもう、めっちゃいいっすよ。いろいろ乗っ取るだけにやっただけやし。
った。あ、残念なことか。俺の奥の手だ。あ、終わりました。ふぅ、やっと帰れるぜ。やっと帰れる。よかったね。めんどくせえ言葉が出てこなくて全然あかんわ。全然あかんわ。武器はでも市場がその場所が出てたのって。近くのこの辺りの水晶だって聞いてたからな。そこ山で一人で出ていたって言うから、それだと。あれはそんな気遣い、いつも全然してないくしてくれなくせに元気になったら、俺の口を聞いてくれる奴がいなくなるだろう。そうすら、ヤマキがヤマキがいがなんだろうな。そんな理由うわひどいまあ一応俺に言いますので。おう、使えるようになりましたね。おいキーか、よくわからんけども。お、新規の店舗に行ってから準備しなかった。じゃあ今回シェフでお願いしましょう。よっしゃ、新規は少しよろしいでしょうか。次日になったら消費量の支えというのでよろしい。じゃあ教えていただきます。あら、技術ですぜ。そんなそのような難しいのはありません。必要なのは支えたいと思うところです。でそうだよ、それだけで国を治めるという大業はなす。それは思いの強さによりますと、ね、私は我が君こそが国を治めるにふさわしい方と確信しております。はい、そしてそのためにいつまでもいたいと強く話しています。いえ、私はそのありがとうございます。ぜひあなたのことに申し合わせる。ほんまにこんな美人なやつを愚痴る方に使うとは。ということで、ね、まあ、今回これにして終わりにしたいと思います。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントの方にもしよろしければしてください。一応ね、ツイッターアカウントのねリンクは概要欄のところに貼っておりますので、もしよろしければね、シェアの方から飛んでフォローをお願いします。ではさらば。